ハイランドとローランドハイランド地方は、ハイランド境界断層北側及び西側の荒れた山がちな地域を含むスコットランドの一部であるが、正確な境界は特に東側で厳密には定まっていない。グレート、グレン峡国を挟んで、グランピアン山脈と北西ハイランドに分かれる。スコットランド高地地方、あるいは単に、ハイランド、スコットランド高地、高地地方などとも訳す。 一般に人口は祖であり、山脈が多く、その中にはブリテン諸島最高峰であるベンネビス山がある。ハイランドは19世紀以前には現在よりもずっと多くの人口を要していたが、スコットランドでのジャコバイトの台頭に続くハイランドの伝統的な方式の非合法化などの要因が複合した悪名高き土地清掃と産業革命期の都市部への大量移入の結果、 現在ではヨーロッパで最も人口密度の低い地域の一つとなっている。ハイランド地方及び北部諸島の平均人口密度はスウェーデン、ノルウェー、パプアニューギニア、アルゼンチンよりも低い。ハイランド地方の大部分を担当する行政隊はハイランドカウンシルでありインバネスコートの語源となったことで知られるインバネスに行政の中心が置かれている。 ハイランド地方の行政区分はこの他にアバディーン社やアンガス、アーガイルビュート、マレー、パースキンロス、スターリングがある。アラン島は行政的にはノースエアシャやに属するがアラン島北部は一般的にはハイランドの一部とみなされている。ハイランド地方は文化的にローランド地方とは大きく異なっている。ハイランド地方のほとんどは ゲール県に属し、ここ100年間はスコットランドゲール語が用いられていた。ケアルテハクとゲールは区別なく用いられる語であるが、それぞれの言語では異なる意味を有している。ハイランド英語も用いられている。ハイランド地方とアイルランドには文化的共通項がある。ゲール語、スポーツ、ゲルと音楽などはその例である。ローランド地方で始まったスコットランドでの 宗教改革は当初はゲール語圏であるハイランド地方では部分的に成功しただけであった。カトリック教会は文化的にも民族的にも関係の深いアイルランド系のフランシスコ海伝同士がミサのために定期的にハイランド地方を訪れていたこともあってハイランド地方の大部分で勢力を保っていた。ハイランド地方は しばしばオーブリテン島カトリックの最後の砦と言われ、モイダート、モラール、サウスウィスト島、バラ島などに主要拠点があった。ハイランダーの強いカトリシズムはプロテスタントであるイングランド人に対する歴史的な反感へとつながった。これは、ローランド地方のスコットランド人のほとんどがプロテスタントに改修し、イングランドと連合して、グレートブリテン王国を形成するのに、 積極的だったのとは対照的である。一方、アウターヘブリディーズ諸島の一部では、スコットランド自由協会や、スコットランド長老協会に、多数の住民が属していた。伝統的な、スコットランドの地理では、ハイランド地方は、ダンバートンとストーンヘイブンを結ぶ、直線的なハイランド境会断層の、スコットランド北西側を意味している。しかし、ネアンシャや、マレー、 バンフシャイア、アバディンシャイアの平坦な宴会部は、ハイランド地域に特有な地理的並びに文化的特徴がないとして、しばしば除外される。ヘブリディーズ諸島は通常ハイランド地方に含まれるが、ケースネスの北東部もオークニー諸島、セトランド諸島同様に、しばしばハイランドから除外される。ハイランド地方の定義は、ローランド地方とは、言語と伝統において異なり、 アングロカ語も数世紀にわたってゲール語とその文化が保存されている点にある。このことは14世紀終わり頃にはハイランダーとローランダーの文化的確絶として認識されるようになった。D 川沿いにあるデネットの集落には A39 道路の脇に URNOWIN THE HIGHLANDS という石碑がある。ただしこの東側にもハイランド地方の要素を有する地域がある。 スコッチウイスキー産業はハイランド地方をずっと広く定義している。ハイランドシングルモルトはダンディーとグリーノックを結ぶ仮想的な境界の北側で生産されると定義されており、したがってアバディーン社やとアンガス全域が含まれている。インバネスは伝統的にハイランド地方の中心地とみなされているが、アバディーン社やアンガス、パース社や スターリングシャヤのハイランド地域ではその度合いは低く、むしろアバディーンやダンディをはじめ、旧スコットランド王国の首都が置かれたこともあるパースや、スターリングといった都市を商業中心地として捉えている。ハイランド地方を抗議に捉えれば、アバディーンこそハイランド地方最大の都市とも考えられるが、競技のハイランド地方に典型的な近年のゲール文化を書いている。 ハイランドカウンシルは、スコットランドの行政区分として創設され、1996年以降は、ユニタリーカウンシルである。この行政区画には、ハイランド地方の南部及び、東部の広い地域並びに、アウターヘブリディーズ諸島が含まれない一方、ケースネスが含まれる。行政区分の名称として、ハイランズアイランズファイアレスキューサービスに見られるように、 ハイロンズが用いられることもある。ノーザン監視ンタビューレディのように、ノーザンという語が消防救急管区の名称として用いられる場合もある。この場合、ハイランドカウンシルの他に、オークニー諸島、シェトランド諸島、アウター、ヘブリディーズ諸島が含まれる。ハイランド地方は、ハイランド地方及び北部諸島と大幅に重なり合っている。スコットランド議会の選挙区は、 ハイランド地方及び北部諸島と呼ばれ、これにはハイランドカウンシル地区の他にオークニー諸島、シェトランド諸島、アウター、ヘブリディーズ諸島並びにアーガイルアンドビュートとマレーの大部分が含まれる。ハイランド地方及び北部諸島という故障の意味するところは前述のように文脈により様々である。ありがとうございます。